はい、こんにちは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は11月の星からのメッセージとプラス12月の星からのメッセージも合わせてお伝えいたします。皆さん11月12月っておそらく忙しくてドドドドと過ぎていくと思うので、年末までの過ごし方として星からの流れを先にお伝えしておきますね。そして11月は少しだけこの星からのメッセージお休みさせていただいて、その間に2021年の年間の星からのメッセージを用意します。でそれを12月にアップしますので、ぜひ楽しみにしててください。まだチャンネル登録されてない方はですね、アップしたらすぐ見れるようにチャンネル登録もよろしくお願いします。では11月と12月の星のハイライトから説明していきます。最初に皆さん全体に共通している全体の流れをお伝えした後に各星座の流れをお伝えしますので、最後までぜひご覧ください。では11月のハイライトですが、11月4日から水星が巡行に戻ります。これはですね、10月14日から逆行してたんですけれども、ようやく巡行に戻るということで、逆行するということ自体が勘違いなんですよね。そういうふうに見えるっていうことなので、なんとなくこう思考があれこれあっち行きこっち行きしてたっていう方が、あやっとこっちにしようみたいに決められたりとか、あとコミュニケーションがなかなかうまくつながらないなとか、わからないなって言ってた方もつながりやすくなる、コミュニケーション取りやすくなるっていうのもありますので、全体的には私はこう勘違いに気がつくみたいな流れになってくると思いますね。私もそうですけど、こう怒ってないこととかリアルな現実じゃないことを一生懸命考えて心配したりとか対策打ったりとかして疲れるってあると思うんですが、そういうのに気がついて、あ現実はこうだった、今はこれだったみたいに思って、こうシンプルにそのことに携わっていけるっていうのが、まあ、彗星が巡行になっていくっていう流れだと思います。そして11月13日、これは木星と冥王星がコンジャンクションするというか重なるんですけれども、これはですね、木星と冥王星の重なりっていうのは約13年に1回起こる流れなんですね。で今年はもうすでに4月5日にもありましたし、6月30日にもあったんですね。でちょうど6月っていうのは日食もありましたし、ちょうど雪の谷間っていうクレバスに例えて、そのクレバスを越えられるのかみたいな、進むか進まないかを決めさせられるみたいな時だったと思うんですけど、皆さん越えたと思うんですね。そして11月13日が3度目の正直で起こる星の後押しがある時なんですね。何か今まで変わらないと思ってたものが変わっていく、発展のために土台を変えていくみたいな流れです。でこれは11月13日に急に起こるわけではなくて、もうすでに今年の春から起こっていることなので、なんとなく感じてらっしゃると思いますね。もういよいよそこに覚悟をする、もう分かったそれでいくみたいに決めていくっていうことですね。11月14日から火星も巡行に戻ります。これはすごく勢いがついてくると思います。この火星の逆行に関しては9月10日から逆行してたんですよね。でちょうど火星今お羊に入ってすごい勢いがありますから、ちょっと勢い余ってスピンしないようにとか、空回りしないようにつんのめりにならないようにしましょうねってお伝えしてたんですけれども、それがようやく巡行に戻るということで、やりやすいように進みやすいようにこう星は応援してくれてるかなと思います。そして11月15日、これは14時7分サソリ座で起こる新月です。まあ、深いところで決めてきた思いが育ってくるみたいなタイミングですね。そして11月21日に金星はさそり座に移動して、11月22日に太陽は射手座に移動します。まあ、全体の11月の星の流れってこんな感じなんですけども、まあ、その中で重要なのはとにかく11月4日の彗星が巡行になったり、11月13日の発展のための土台が変わるみたいなね、そういう大きな流れと、そして11月14日からの火星が、さらに勢いづくよみたいな流れなので、相対的に見て11月っていうのは自分が決めた方向に向かっていきやすい追い風の時だと思います。そして12月のハイライトなんですけれども、12月は本当にこう宇宙的大イベントってこう言われてて、もう本当楽しみにしてましたよね。私はすごく楽しみにしてました。タイミング的にはまず12月15日射手座で起こる皆既日食があります。これは朝の1時17分です。日食っていうもの自体が非常にエネルギーが大きく動く時なんですね。まあ、それが6月にもあったんですけども、今回の12月の方が皆既日食ってエネルギーは強いんですよね。日食ってあんまり感じない方は感じないと思うんですけど、何でしょう、こう太陽の光が届かないわけですから、その間に何かが変わっていく。例えば舞台の上でカーテンがこうバーッと閉まった後、
裏でこうバーッとセッティングが変わったりとか、何かこうまた配置が変わって新しいシーンで始まるみたいなのあるじゃないですか。あんな風にこう太陽がこう届かないこの日食の間にエネルギーがわーって動いてるみたいな感じですかね、まあ、ボルテックスっていうかこううねってるみたいな感じなので、そういうあのエネルギーに敏感な方は少し眠たくなったりとか体調が優れないなって思う方もいらっしゃるかもしれないですけど、例えばそうやってうねってるこうエネルギーの中まっすぐ立つこと自体大体しんどいじゃないですか。なのでまああまりこの時は抗わずに委ねてほしいなとは思います。そして12月16日ここからまあ金星は伊手座に移動します。華やかになってきますね。そして12月17日土星が水瓶座に本格的に入ります。この土星は3月の末から7月の頭まで一旦水瓶座に入っていて、また抜けていって、そしてこの12月17日から本格的にずっと水瓶座に入るよということなので、今年の春から初夏にかけて体験させられたことや感じたことを踏まえてどう変化していくか、何を卒業していくかという感じですよね。そしてさらに12月19日に木星も水瓶座に入ります。そして12月21日太陽が山羊座に移動します。その後、まあ、さらにまた12月22日に木星と土星がひっつく重なるという時があるんですね。12月30日は満月ということで、12月はこの日からどうっていうよりは12月の中旬以降もう世の中は大きく動き出す、次の流れが始まるみたいな時だと捉えておいてください。で、これは世の中が動くから個人的に変わらざるを得ないのか、もしくは個人的意識の変化で先に動いて世の中が変わっていく、自分の意識が動くことによって自分の環境を変えていくというなるかはどっちが先かは分かりません。この12月の大きな動きっていうのは、まあ、よくね第2波が来るとか何か怖いことが起こるみたいに予測している方もいらっしゃいますが、そこに焦点を合わさないでほしいっていうのがあるんですね。12月は確かに大イベントなんですが、12月だけじゃなくて実はもう今年の1月からもう始まってるエネルギーで、なんとなくこう重たい石が動き出すっていうか、まさか動くと思っていなかったような鉄の壁にわずかな隙間ができるみたいなね、そうなるともうその隙間がある以上鉄の壁は意味をなさないじゃないかみたいなことが今年あったと思うんですね。そしてこの12月の後半以降、特に来年ですが風の時代がやってくるっていうふうに言われてるんですね。まあ、これは200年ぐらいの周期で言うとそうだよっていうことなんですけど、なんとなく200年ってもう想像がつかないというか、100年も生きてないし100年前の時代と今も全く違うので、まあ、本当想像でしかないんですよね。なのでもう少しこう身近なところでいくと、例えば12月22日の木星と土星の重なりっていうのは、これは20年に1回起こる出来事なんです。またね、土星があの水瓶座に移動するっていうのも2年半の出来事を卒業して次に行くということなので、いろんなことが12月はこうピークになっていて、もう今年から始まったことがピークになっていて次につながっていくっていう流れなんですね。で、特にこの20年間の卒業っていうと、20年前に何があったかなっていうことを想像していただくと分かりやすいかと思うんですね。2000年ってちょうどミレニアムって言って世の中が騒いでた頃ですね。私もなんとなく記憶があります。で、ちょうどその2000年の1年前の1999年にあの世界が終わるっていう世界滅亡説があってですね、終わるのってその当時若干ちょっと思ってたんですけど、普通に2000年始まったじゃんっていう感じでしたし、じゃあそれが終わったら次は今度は2012年が本当の滅亡だみたいな、こういろんな説が出るんですけど、まあその時その時見てみるとやっぱりその時は大きく星が動く時なんですね。なので今年の2020年の12月も非常に大きく星が動くということで大きな宇宙的イベントなんですけれども、これは私が思うには地球自体も変わっていくと思うんですけど、私たち人類の意識が目覚ましく進化するっていう動きなんじゃないかと思います。だから何も怖いことがあるとかじゃないんですよ。みんなの意識が進化する、するとまず世界観が変わりますから皆さんのね、それがいわゆる自分の世界が変わる、自分が新しく生まれ変わるということは古い自分が死ぬっていうような感じだと思っててください。なので、まあ、12月はあの何か特別な都合のいいことがあるとかではなく、やっぱそこまでの流れの中で自分が何を捨てるのか、何を卒業して新しいところに到達するかっていうのがそれぞれ起こりますよということですね。そして11月っていうのはその方向、その自分が決めた方向性にエネルギーを注ぎやすい時なので、11月思いっきりその自分が決めた方向性に進んでいただいて、そのエネルギーもあって12月に到達みたいな、そんな流れです。
もう一つですね、その11月 の、 その自分の決めた方向に向かっていくっていうのは、ちょうどこの火星がすごく応援してくれているので、切り開いていくっていうエネルギーにもすごく使えるんですね。なのでずっとやめようと思ってたけどやめられなかったことをもういよいよやめるとか、人間関係もそうですし、パワハラとかもそうですし、もうそういうのを自分もう許さないみたいな、自分がそれを受け入れてしまってたことはやめるとかですね、そういうのもすごくいいと思いますし、転職もそうですし、または親元だとまあ安定してていいんだけど、やっぱり私一人暮らしするとかですね、不安がなくなるわけじゃないんですけど、不安があってもやってみる、その方が喜びがあるっていうの流れなんです。私1ヶ月ぐらい前の動画で、深い深海に潜って自分だけが潜れる深海で本当の自分の宝物や可能性や光を見つけるっていうふうに言ったんですけども、それを見つけて11月でそこにこう潜って到達していくわけですよね。で、見つけてそれを持ち上がって現実世界生きるってなったら、その深いところのものを持ち上がってくると、こう余計なものが舞い上がってくるというか、埃とか嫌な記憶とかも上がってくるんですけども、それが嫌だっていうわけじゃなくて、そういう不安はあっても、精神的に揺さぶられたりとかどうしようっていう思いがあっても、本当のその思いっていうものが今後の自分の道しるべになっていくわけですね。それが今までの常識ではなく、自分の思い、自分の喜びを自分の道しるべとして生きていくようになる、新しい人生が始まるっていうようなイベントだと思っておいてください。なので、まあ11月12月はこんな感じです。ではここから各星座の流れを説明していきます。はい、ではさそり座さんへの11月12月の年末までの過ごし方をお伝えします。まず11月はお誕生月おめでとうございます。10月23日以降ですね、お誕生日迎える方多いと思うんですが、いかがでしたでしょうか。10月ここまでの流れ、少しゆっくりできましたでしょうか。ちょっと調子悪かったなとか、なんか普段と違いましたとかですね、なんかもう私このままダメかもみたいにちょっと気分が下がったら、そんな風に思っちゃいそうになるんですけれども、大丈夫ですのでね、流れはいつも、運勢というのは必ず波があって、季節のように冬もあれば夏もあるみたいな形なので、ちょっとゆっくりしなければいけなかった時期なんですよね。そしてこれは今までの未消化な感情やいろんなものを話していく、消化していく時間として必要でしたので、熱を出した後の休憩時間みたいな感じですよ。何も起きなくてももちろんいいし、起きたら起きたでもいいし、なんかおかしかったなって思ってもいいんです。そして10月23日以降、お誕生日を迎える、お誕生日か、もしくは11月15日のサソリ座で起こる新月か、どちらかからタイミングが揃って新しい光が注がれるようになります。これはお誕生日の方がなんかしっくりくるわっていう方と、新月のタイミングの方がしっくり、あ、新しい流れ始まったって感じる方といらっしゃるので、どちらの方がご自身に合ってるか見てみてください。そして11月はどういうエネルギーの時かと言いますと、まずはね、バイタリティがアップします。ちょっと強くなるっていうのかな、新しくスタートする始まりの時なんですね。これはお誕生日から1年、新しい1年っていうふうに捉えてもいいですし、毎月11月の新月から、あ、私にとってはここからが新しい1年だっていうふうに思ってもらってもいいということです。で、どのような1年にするかを考えさせられる、10月の前半までにこう流したものを、余計なものを捨てて、新しくじゃあどういう風になるかなっていうことを想像していっていただきたいんですね。これは新しい自分を生きるっていう感覚でいてください。これはまあ言ってみたら、年に1回必ずお誕生日ってきますし、どうなるのって言った時にですね、毎年毎年自分を更新していっている、年を1歳取るごとにそれだけの経験を積んで新しい自分の感覚になって生きていく。そして今回はですね、なんとなく思うのは、去年の自分よりも今年の自分の方が強さが与えられている感じがします。まだぼんやりしてわからないなっていう方も、11月11日以降ですね、ちょっと思考がすっきりしたりとか、あ、やっぱりこうしようみたいに思う気持ちは強くなってくると思いますね。そして11月13日のその宇宙的な変化とか、または15日の新月とか、その辺合わせてとにかくね、更新していくって感じなんです。よく年を1歳取ると、あ、また1歳年を取ったとか、1歳老けたって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、なくしていってるわけではないんですね。増えていっていると思ってください。年齢を重ねるごとに深みが出てくる感性とか感覚とかが増えていっている。そしてより自分らしい自分になっていっているっていうふうに思ってください。
ですので、全てのことに対してスタートするにはいいです。どんなことでもいいです。ただちょっと今お仕事頑張ろうかなとか、火星がね巡行に戻ることによって、あ、やっぱり日々頑張って仕事していこうとか、健康をちゃんと維持しようっていうふうに何かに一生懸命なるっていうエネルギーがあるので、それを使って自分が決めた新しい強い自分になっていくっていう感じです。とにかく強い自分なんだっていうふうに意識して、あらゆることを自分の強さにつながる出来事なんだと思って11月は過ごしてみてください。そして12月の流れですが、12月宇宙的大イベントの時っていうのは、もうすでにね今年始まっていた4月や6月にもあったことを踏まえて、自分の思考やマインドを変えていくっていうことができるようになると思います。昔地球が動いてるって分からなかった時に、私たちが動いてたのっていうぐらい、こう真反対のことっていうか、想像もしなかった意識になるっていう感じですかね。気づかなかった、当たり前すぎて気づかなかった、でもそうなの、私ってこんなだったのってみたいな、そういう気づきが起こるかもしれません。でよくよく考えてみると、今年そういう気づきのヒントっていうのがたくさんあったと思うんですね。特に12月はお金のことっていうのが結構強調されてるんですね。12月2日以降、特にお金に関しての知識が働いたりとか、運用を考えたりとか、もしくは出費が多かったりとか、どうやってうまく使おうかなっていう形になってくると思うんですが、そんな風に金銭的なこと、自分の欲しいものや使いたいものや自分にご褒美を与えるっていうことももちろんいいですが、この宇宙的イベントっていうのは、私たちの意識が飛躍的に進化するっていう時なので、そういう意識でどういう変化が起こるかなっていうのを見てみると、サソリ座の皆さんにとっては、先ほど言った自分のイメージ、自分像とか、そこが変わってくるっていう感じなんですね。そのための意識の変化であり、感覚の変化が今年1年かけて行われていたっていうことなんですけども、どういうことかというと、例えば人間関係ですね、すごく気を使うと思うんですね。大抵の方が相手の深いところを予測して、あ、この人こうかなとか、ああかなとかって、こうちょっと探りながら、気を使いながら、表面的にはうまくやってるみたいにしてる時にですよ、でも自分の感覚的にはなんかおかしいなとか、ちょっと変だぞって思ってるんだけど、いい人のふりしちゃうっていうか、合わせてしまったりとか、同調してしまうっていうところをもうやめるみたいな感じです。やっぱりおかしい、やっぱり私は私の感覚を信じるみたいにするっていうことです。でも人とつながりたいという性質が強いと思うので、そこで例えば喧嘩になりたくないとか、自分がそういうことを言っちゃうと相手が傷つくかもと思うかもしれないんですが、それは自分の痛みなんですよね。なのでこの12月に起こっていることっていうのは、すごく精神的な脱皮です。これは自分の弱さを自覚して、もう一段階強くなるってことなんですね。それがね、よく出るのは人間関係だと思うんです。こんなこと言ったら失礼かなとか、誰かとの関係を切ったら相手は傷つくかなとかって思うかもしれませんが、自分の感覚が、いや、この人違うって思ってるなら、きっぱりと切ってあげる方が相手にとってもいい、そういう強さです。表面的に綺麗にまとめることだけではなくて、本当の自分の優しさ、本当の強さっていうのを自覚して新しい一年を迎えていくっていうことです。これはこの11月にお誕生日を迎えたり、新月を迎えたりとかして、バージョンアップして更新された強い自分として生きていく第一歩の出来事が12月の、その自分の強さを自覚して人間関係も整理したり、別に変に切らなくてもいいんですけど、自分がもし我慢してやってることがあったらやめるっていうことですね。で、そこでぜひ気をつけていただきたいのが、私が悪かったのかなとは思わないでください。それすごくいい人にありがちなことですよね。あ、私があんな風に言っちゃったからとか、私があの時誤解を与えたからとかってなると思うんですけど、この11月からサソリ座の皆さんは強さを与えられているとした時に、勘違いするのも相手の問題みたいに、若干ちょっとこう線を引くようにしてみてください。そして少し気になるのはですね、過去の嫌な出来事をもし引きずってる方がいらっしゃるとしたら、これはもう誕生日とか新月でさよならして、新しい自分になる、新しい光を受け入れる、そして強い自分になるっていうふうに思っておいてほしいんですね。で、その嫌な思いっていうのをずっと
と引きずっていると、せっかく始まってるこの流れの時にだんだんそこがなんかこう払拭して発酵して嫌な匂いが出てくるみたいな感じがあって、こんな自分はダメだみたいな思いやすいので、もう宇宙的流れとしてはここから新しい自分になるよって、サソリ座のみんな大丈夫だよみたいに応援されてると思ってやっていってください。大きな流れでいくとね、やっぱり今人間関係っていうのも大きく変わろうとしている時で、これは非常にいい流れなんですよ。本当に必要な人とつながるためには必要な流れなので、恐れて自分を責めたり自分を悪かったって思って言いなりになったりとか我慢するんじゃなくて、そこで強くなって次へつなげてください。ということで、また来年の流れは12月にお伝えします。今回も最後までご視聴ありがとうございました。頑張りましょう。